皆さん、モンスターハンターで最強の武器って知ってますか？まあいろいろな武器ありますよね。まあ太刀、双剣、ガンランス、ライトボウガンから弓、ヘビーボウガン、まあ数々な最強と呼ばれている武器はたくさんあるんですが、実は違うんです。最強の武器は今僕が担いでるこちら、別名音の鳴る太刀、笛です。なぜ音の鳴る太刀かと言いますと、それはね、こちらの土砂熊で見せていきたいと思います。はい、まあ、非常にね、もうすごい強い武器なんですよ。バフがかけれます。あ、すいません、総中痕は置いといてください。総中痕は置いといて、唯一自らの力で自らの攻撃力とか能力を上げれます。それが笛の、まあ、一番の魅力ですね。火力を上げれる、魅力的でしょ。で、今作の笛はですね、なんとこのトレント、いや、すいません、セクレットに乗ったままバフがかけれます。はいはい、こうやってね、振ることによって音色になるんですよ、これ。こうやって、はいはい、重ね掛けして二重にかけます。これ大事だからね、二重掛けしないとダメですよ。これでもう戦闘準備完了です。はい、じゃあ土着も行きましょうか。やっぱね、攻撃力上げるイコール最強ですから、おるや土砂熊。そして今回はこの新音色、いてこれです。僕は笛フィールドと呼んでます、この新スキル、笛フィールド。この笛はですね、体験版の回避性だが回避性の音、見えない、見えなくない、何でもいいんだけど回避性能と移動速度がアップするというね、この笛フィールドの中にいると非常にね、マルチでも役に立つ非常に有効的なね、ガー見えなくない何なのこいつら、何家族、何ファミリー、これ何なの、なんでこんないっぱいいんの、おかしいな、俺一回戦ってこんないなかったんだけどな。なんかあのノラスとノラス歩いてたんだよ、こいつが。で、普通に戦ったらそんなに強くない、そんなに強くないから、デモンストレーションにいいから。危ないじゃんこれ、ちょっと待って。で、まあもう今ね、バフがかかっちゃってる状態。非属性防御アップとかあるけど、あんま意味ないじゃないですか、正直。はい。はい、連続。はい、連続。はい、からの、ダブル打ち。はい。これ頭をね、たくさん叩くとこのようにスタンします。はい。これが強いんです。はい、からの、はい。もう一丁。はい、はい。これ傷ついてない？気づいてますね。なんか違う、息子だ。気づいてるの。いやー、違う、お父さんにも気づいてる。ちょ、見えない、ね、どうなってる、待って、何がどうなってる、ははははははは、何これ、何、息子と娘、何、あの、おじいちゃんとおばあちゃんが一緒にいるのかな。だから、実質親、両親がいるみたいな。すごいことになってるんだけど、普通に。で、わかった。こいつは多分あれでしょう、なんかさ、邪魔だからいなくさせるみたいなパターンあるよね、絶対ね。はい、頭を狙うとスタンします。モンハンは打撃武器はね、打撃武器とか打撃攻撃ね。はい、斬撃武器にも一部打撃性能を備わった武器があります。危ない。はい、それで頭をつついたりすると、ピョピョピョってね、一定時間になります。そこを狙っていく。なんか食べんじゃね、誰に攻撃してんのお前は、さっきから邪魔だよお前ら、ほら、いてててて、お父さんお母さん、わかった、なんか食ってんだ、なんか食ってんだこいつ、食ってね、なんかやっぱ食って、ちょ何こいつら、うん、すごいイライラしてきたよお前ら、おら、はい、からの、はい、ここです。いや、傷ついてるから、傷ついてるよ。はい、
気づいてるよ。はい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 、いよいよ今入ったよ。はい、傷ついてる傷ついてる。気づいてない、もう気づいてないですね、気のせいですね。やっといったのとか戦いやすいですね。で今回ですね、今作に音色ってストックさせとけるんですよ、1個だけ3つだけで。唯一自分のストックとは関係なくストックできる音色があります。総裁の調べって言って、多分ね、敵とね、敵の攻撃と総裁を決める時のこれです、音色。これはオンレで、できないです、できないです、うまくいかないですね。多分敵の攻撃に合わせなきゃいけない。いいよ、はい、大丈夫大丈夫、全然大丈夫。総裁の調べ使っていくよ。総裁の調べ、ちょ、あれですね、今日あれかな、寝不足なんですよね、少しね、ちょっと寝不足なんで、もしかしてうまくいかないのかもしれないですね。はいはい、どうするからの OK、 回復して、ナイスナイスナイス、いよいよサンキュー。総裁の調べやりたいところ、はい、いけるよ、総裁の調べ。さあ来い、総裁の別のエリアに移動する、移動するね、チャンスですよ。あそこ落石いきますよ。はい、ピン、ドスン、これを使っていかないとね。はい、こう環境ダメを狙っていく。はい、いいよ、はいはいはい、強襲波を狙っていく、いいよ、からの強襲波。おいおいおいお前、そこで吠えるんじゃないよ。笛フィールド、よく吠えますねこいつ、マジで。笛フィールド、はい、強襲波、はい、強襲波入った、いいよ、からにさらに重ね書き、いいよ、強い強い強い、はい、まだまだ強襲波っていう演奏ですね。はい、音を出して打撃を与えていく、重ねかけ、はい、いいよ、いいよ、オープンだ。ちょっと危ない危ない危ない危なかった。これズドン来るからね、最終的にもう落とせるもんないよね、もう落とせるもんなし、つまんねえな、もう一発ぐらい落とさせろよ。地の利を利用していくっていうのがモンハンの戦い方だから、モンハンと死にゲー全部そうだから俺。はいはいはい、回復していく。いや楽しいですね笛ね、うん、でも打撃武器って強いから、あ、どの死にゲーでも強いだろ打撃武器って、マジで万能なんだよ打撃武器って。斬撃も強いけど、やっぱね、叩いてなんぼ敵は。はい、笛フィールド、お供のツボ、ツボちゃん何やってる、もっと回復して俺のこと、全然何やってるツボはマジで、はい、はい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 、いいよ、お、疲れてるから、疲れてるね疲れてるねお兄さん、はいはい、いいよ、痛みを食らうか、いった、なんで食らったの今の、やばいやばいやばい、やっぱ笛フィールドがないところで避けると避けられないですね。はい、やっぱ上手い人はね、このね、笛フィールドの中で多分戦ったりするんですよ、うまく。疲れてるね、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ疲れてるよ。はい。いい、痛い痛い、大丈夫、大丈夫。お、疲れてる、疲れてる、疲れてる。強襲波入りそうですね、はい。笛フィールドからの強襲波。はい、からの攻撃力アップ。からの2連チャン。いいよ。はい、笛フィールド。笛フィールドかけて。いいよ、はいはい、頭じゃない、頭でないと、ルカちゃん頭でないと、いいよ、はい、おいさ、吠えたかな、これ移動するかな、移動させねえよ、おいっす、危ない、はい、強襲波、いいよ、入ってる入ってる、ナイスナイス、危ないよこれ、危ない危ない、これ食らってたら死んでるよマジで、いいよ、はい、うし、何気に強くないこの土砂グマ、普通に強いと思うよ、危ないよ、中入ってく、
はい。強襲だ？強襲派だ？強襲派だ？強襲派だ？からの！あー！なんかこいつ今、紙で食らわなかった自分で。おりゃ！はい、乗りました。で、乗ったらね、これね、ちょっと、通常のことしかできないけど、画面が暗くなったら移動するんですよ、こうやって。画面暗くなったら頭とか腰に移動する。はい。じゃないと振り落とされちゃうんで。で、あとはひたすら三角刺す。はい。移動する、移動する。おけつにも。おけつにも移動する。画面がちょっと暗くなってきたら移動する。はい。そこをね、なんか、モンスターが意識してるってことなんで。よーし、来てて、はいはい。来ましたよ。ほっ！はい。からの、傷ついてる。おいっす！ダメか？傷ついてる。おりゃ！ちょっとこれ届かなくない？笛じゃ。どうやって届かせるのこれ。普通に思うけど。笛フィールド？ふぅー。ふぅー。危ない。ちょ、これ届かなくない？こんなの。どうやって届くの？届いた？ちょ、届いたか届いたかわかんないってこんなの。どこ？どこ？どこ？すごい上なんだけど。背中の上。どうやってあの傷狙うの？すごいな。ケツ丸見えなんだけど、普通に。でかいケツ。どこどこ？すごいな。こいつなんかうちの親父に似てますね。普通に。はい。いやいやいや、今、めっちゃ入った、めっちゃ入った。演奏で。一瞬で、ね、演奏入れられるんですよ。あ、腕傷ついてない？腕も傷ついてない？あ、いけるいけるいける。おいしいおいしいおいしい。あ、顎も傷ついてますね。はいはい。はい。いって。ちょ、めっちゃ食らうんだけど。ちょ、一回回復した方がいい。これ傷ついてるから、傷をね、やっぱ狙っていくのが今作ワイルズの一番の醍醐味だからね。みんな傷ついたら傷狙わんと大チャンスだよ、これ。いいよいいよ。いいよ、チャンス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 。傷。はい。来たんじゃない？はい。いいよいいよ、はいはいはい、来てた。はい、もう一発傷。傷どんどん狙った方がいいよ。あの、上の傷なんてどうやって狙うのあれ。普通に背中の上とか。首の上。うちの親父似てんな、こいつ。めっちゃ似てんだけど、うちの親父に。今気づいたわ。なんか既視感あんなと思ってたんですよ。うん、なんか既視感あんな、こいつと思ったら。うん、こいつあれか、うちの親父に似てんだな。めっちゃ似てますね、普通に。お、来てた！はい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 。いよいよ。うまくちょっと連想できなかった今、うん、似すぎて待てこら、お、行くぞ行くぞ、うちのね、うん、マサを、うん、嘘、もうちょっと、じゃあ後で後で、おいさん、そんなこと急に言われてもさ、危ない、ちょっと命かけて戦ってっから、こっち悪いけど、笛で攻撃力アップが下がってません、攻撃力アップが下がってるんで、今ね、演奏しなきゃいけないです。攻撃力アップは、白、赤、白です。はい。音色がね。まず白演奏。はい。白演奏ね、三角。赤演奏は丸。はい。そして白演奏、三角。はい。これで今もう溜まってます。あとは、R2 を押して、吹くだけ。だから吹くんですが、吹くのもダメージが入るんで、ちゃんと敵の音で吹いてからの、もう一回重ね掛けします。これ大事。はい。これで今攻撃力アップが入りました。で、自分強化も切れちゃってます。だからこれも今吹きます。自分強化白2つ、三角2つ、からの演奏。はい。はい、自分強化、重ね掛け。はい。これで今自分も強化されました。以上でございます。もう今これでもう戦闘準備バッチリ。あとは、強襲打、強襲波、打をね、いかに当てていくかっていうゲームです。この武器に関しては。はい。火属性防御強化とかやっても意味ないですよ、こいつ。火の攻撃やってこないんで。あと、高周波っていうのがあります、黄色いやつ。あれは、パキーンって音を出して、地面に潜ってるモンスターとかを、地面に叩き出すっていうね、効果を持ってますが、こいつはそういうのはあんまり効果ないんで、こいつに関しては、強襲波だで十分です。はい。いいと思います。僕の、はい、以上僕の見解です。はい、いろんな意見あると思いますが、そこはね、もういろんな意見、それは一つの意見だなと思ってもらえれば幸いです。うん、そこはね、ちょっともうハンターはね、100人いたら100人考え方が違うんで、うん、そこちょっとね、いや、そこ違うですよっていうのがあっても、
あ、まあまあ、そういう、そっち系のハンターだなと思ってもらえば大丈夫です。はい。僕もあの皆さんのことを、あ、皆さんはそういう系のハンターだなと思うんで。てかさ、こいつさ、意外と強いよね。ハンター全員思ってないですか？こいつ意外と強くない？ケツこら。ケツこら。やばいのいるぞ、あそこに。なんか縄張り争いしてんだけど、すごいのと。いや、もうめっちゃ入りたくないんだけど、そこ。なんかやばいって。レダウがいるじゃん、レダウ。来た来た来た。でも多分これ縄張り争いだから、争い中はね、こっちにね、一切目もくれない。はい！ここでね、逆に、俺は、こいつ疲れてるから、チャンスだから、ここは、ある意味。晴れた晴れた晴れた。え、あいつ逃げたの？逃げた。チキンした？チキンしたね。いよいよ、晴れた晴れた。チキンしましたね、こいつ。まあまあまあ、俺との戦いでね、もう今、ボロボロなんでしょうね。どこ行くんじゃ、これ！これ！来いや！うれ！ちょっとジャンプしないで、今んとこ。いますね、いますね、子供が。やばいやばいやばい。ってことは、俺になるのかな、あれは。これ、俺になるんだろうな、そういう、要するにな。そういうことですよね。これがうちの親父に似てるっていうのはそういうことですよね。ちょ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 、この段差嫌なんだけど。あ、来てた！バカ、どけ！どけ！どけ、ゆるき！邪魔だ！今、ダウンしたぞ。はい。いいよ。はい。はい。はい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 、2発入れました。音色をね、どんどん当てていく。音色を当てないって意味ないですからね。打撃だけやったってしょうがないですよ。ちゃんと音色も当てていかないと、笛は。今危なかった。今、多分今死んでたぞ。うん、今の俺死んでました。はい。なんとか生き残りました。はい。おいざ？おいざ？おいざ？いいよ！ちょ、これ何これ？戦いづらくないここ危ない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 。だからなんで？うれ！それがなんだお前の攻撃。うれ！吹くぜ！吹くぜ！もう一発！うれ！吹くぜ！痛ね、めっちゃ痛かったぞ今の。うどうしたおい、おい、マサピョってんのかお前、まさかまた酒飲む、またお前酒飲んだのか、こんな野郎、またお前酒ばっか飲みやがって、暗いこれ、うボーン、おいおいおら、いいね、入ってるよ、はい、フェフィールドン、あれ弱っちゃってるの、大丈夫ですか、おい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 、飯食ってこうぜ。え、何？サポートハンターに向けて。いらねえよ、そんなもん、お前、ここまで来て。おお、なんでそんな、お前、ここまで来て、お前、お宝だけ、お前、すいません。遅れてきちゃいやした、みたいなやつでしょ。だいぶもう、あれですね、来てますね、こいつ。もう、限界突破してんじゃない、こいつ。大丈夫か、おい。おいおいおい。悪いけど、決めさせてもらうぜ。おいさん、お前が疲れている男関係ない、俺はお前を狩るだけ、なぜならこれはこれはなんと音の鳴る太刀、笛、いくよ、うん、ちなみに音の鳴る太刀ってな、どよ、そういう風に呼ばれてんだって思うかもしれないですけど、あのすいません、僕だけですよ呼んでんの。うん、もしかしたら初めて聞いた頃かもしれませんね、もしよかったら入らせてください、このワイルズから。うん、笛って音の鳴る太刀らしいよっつって。うん、誰が言ってたの、なんかよくわかんない、あのよくわかんない、なんかあのそんな有名でもない実況者が言ってたよっつって。、うん、笛使いなんだってっつって。オッケーオッケー、よしよしよし、はいはい、笛はいいっすよ。足引きずっちゃってるね、大丈夫、痛いな。でね、もうこう寝ちゃうんですよ。で、寝るんですけど、俺の中で作戦があります。ここにまず落とし穴を設置します。はい。で、もちろん、大樽爆弾、決めていきます。大樽爆弾、も、忘れました。なので、しょうがないんで、痺れ罠で痺れさせて殴ります。忘れました。捕獲なんかしねえからな。うん。多分捕獲できないのかな、もしかしたら捕獲用麻酔玉が作れないんで、いや分かんない、ちょっと多分どっかで素材が集めるのかな、
なんだなんだ、大丈夫か、どうしたんだ、何が起きたんだ一体。足がおかしくなっちゃったのか。だからそんなの関係ないぞ。これは命と命の取り合いだ。悪いな当社グマ。これは音の鳴る太刀、最強武器笛だ。お前は最強と相まみえてしまったんだよ。わかるか。ってことはその最強はこっちに落とし穴があるんで、これでこう落とし穴を落としていく。最強戦術、はい、来い来い、来るよ来るよ来るよ。あはははかわいちょ、オッケー、はい、一発、はいはい、オッケー。総裁の調べ、総裁の調べっていうね、あの技があるんですよ。多分ね、こいつの攻撃を総裁するときに使う。ちょっと待って、総裁の調べが出ない。総裁の調べを最後にやりたいよね、やっぱね。総裁して貸したくない？ちょ、なにこれ、やばくないこれ、普通に。なんか、追いやられて。やばいって今の、ハメだろ。あいつ、ハメてきたな、最終的に。あー、まあでも、ハメなきゃ倒せないんだろうね。うん、また、死にゲーとかにもよくあるもんね。あ、こいつ今俺のことハメてきたな、みたいな。あ、もう多分、ハメないと、何をしたん？いやいやいや、はいはいはい。危ない危ない危ない。もう一発？傷ついてなかったか今、もう一箇所。もう一箇所あったと思うんだけどな。はい、はい。総裁下にね、ちょっと待って。総裁の音色まで。白？あ、じゃあ赤？黄？うわぁ！やばい。ここで死にたないぞ。やっぱ手負いの獣が一番強いですからね。気をつけなきゃいけない。そこですよね。ここで、一発入れていく！はい。総裁の調べ来ました。総裁の調べ行こうか。ここでね、ラストに。待て。危ないよ。さあ行くぞ。総裁の、さあ来い。相手の攻撃に合わせて。え？ははははは、出ちゃった。相手で、おもらしが出ました。危ない。攻撃力アップがさ、なくなってるな。はい、総裁の調べ出ました。で、からの攻撃力アップ入れてきますよ。はい、いいよ、攻撃力アップ、強振だ。やばい、手負いすぎる。でもこいつ疲れてんね、もうね。うん、もう疲れてますね。いいよ、はい、からの攻撃力アップ、はい、おー、逃げる、逃げるな、ここに来て逃げるな、卑怯者、煉獄さんは負けなかった、お前の負けだ。逃げるなって、もうお前さ、でだ、どこ行くん、こっち、どっち、ちょっと戦いづらいな、ここまた。はい、乗りました。もう終わりじゃない、これ乗ったら。マジで普通に乗ったら終わりだろお前、もうこれ。すごいところで死んだ。乗り攻撃で死んだね。これがね、皆さん、もう皆様は時の商人です。はい、今この動画を見た方は時、ちょっとめり込んでんだけど、時の商人です。あ、最強武器はこれなんだなと、ワイルズからはこれを使おうと皆さん思ったはずです。音の鳴る笛ね、前作のライズではちょっとモーションがね派手になったおかげで人気武器になったんですけど、元に戻ったんですよ、笛が。だからおそらくね、使用率がかなり低くなると思います。ですがこの笛非常に強い武器です。皆さんよかったら使ってみてください。このようにね、土砂熊を地面にめり込ますぐらいの威力があります。